閲覧注意。新作映画、オッペンハイマーの映画解説。この映画は我々被爆国の日本人から見るととても複雑な心境で拝見しました。原爆を発明したオッペンハイマー博士の半生を描いた話なんですよ。当然アメリカでは戦争を終わらせたスーパースターということで拍手喝采が起きるんですけども、やはり我々日本人からするととんでもない事態ですよね。ただこの映画ですね、諸手を挙げて万歳ではなく、オッペンハイマー博士が私は何てものを発明してしまったんだろうかというふうに晩年苦悩に苛まれます。さらにはトリニティ実験というアメリカで初めての原子爆弾の実験が行われるんですけども、実際にピカッと光ってバーンとキノコ雲が上がるんですけども、うわーっとみんなが見てると後から爆風がボグッと来るっていう映画ならではの IMAX だからこその映像体験ではないでしょうか。我々日本人も知っておかなければならない過去の歴史、とても難しいテーマをクリストファー・ノーランは見事に作品として作り上げていたんではないでしょうか。